ケインのなんか今やってるやつ見てた方いますか？びっくりした。電話かかってくるよ予告されてる。びっくりした。あ、9時半になったね。いなくなった方はいないかもしれん。すごい、今日 SK 配信いっぱいあるんだ。そうだ、ニコ生も今日なんだね。さっきあったわ。そう、アポなしです。だからこういうことになりました。びっくりした。こういうの初めて電話かかってきた。ニコ生から来ました。だってやったん、人増えた、やったん。ぜひこの後私のショールームが終わったらそちらもね見てください。それとあとね、あれも見てください。 YouTube ライブかな、なおさんが出るやつ。びっくりした。みんなのコメント見よう。何の話してたか忘れちゃったけど、みんなこんな時間に頑張ってるね。小1じゃないよ、もう年齢があれだから電話とか出れないし、あとなんか SK の20何時間配信とかいうやつも私真彦さんの LINE 知らないからかかっていたことないからね。誰、今マネージャーさんからかかってきた。そうです、こういう感じです。あ、講演会の話してたんだって。びっくりしましたが、いつか出たらいいな。私よく分かってないんだけど、この番組なんかニコ生でやってるのかな、なんかどのスタッフさんがやってるのかとかちょっとあんま分かってないんだけど、いつか出れたらいいなっていう気持ち。そうだよ、みんなこれでやらせなしが、やらせなしがあれでしょ、立証されたでしょ。変な顔で止まってたらやだな。そうです、まあそんなこんなでちょうどいい時間になったので終わりたいと思います。そうだよ、立証された。何やってるんだか分かんないけど、なんか採用されませんでしたって言われた。見てくれた方ありがとう。ショールームも投げ時間明日の23時59分までセブンネット限定版の恋落ちフラグが売ってて、それに投票券がついてるのはそこで明日で買えるの最後なので、ぜひぜひ見てください。いや見てくださいではない、ちょっとなんだ、よろしくお願いします。後悔のないように。また明日もショールームするんで、また明日会いましょう。いっぱいね、そう、夢ノートのね夢が叶ったらいいですね。このあとね、あの名古屋行きなんとかなんとか始まってないんだって。そっちからも電話かかってこないかな。そっちからも電話かかってこないかな。もう一回発注しておきます。後悔のないようにありがとうございます。そう、それがあとね、会員サイトでもまだ投票してないよって方がいたら、あの周りのお友達とかにもお願いしておいてくれたら嬉しいなと思います。それではまた明日お会いしましょう。見てくれた皆さんありがとうございました。今 YouTube ライブと多分ニコ生どっちも SK が出てるので、どっちも見てね。バイバイね。電話かかってこないかな、なおさんから。あ、私2票目に誰、2票目誰に入れたらいいか連絡ください、誰か。あと誰に入れたらいいか分かんない方も、あの誰かに聞いてみてください。ハッシュタグアーヤの夢が叶いますようにが私たちの合言葉なので、それでつながって団結していきましょう、この後も。それではまた、素敵な
夢を、いい夢を、今日はいい夢をみんなが見れますように。おやすみなさい。まだ寝ないかもしれないけど。バイバーイ。メール送るね。バイバイみたいな。